いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき、誠にありがとうございます。今回は2015年モデル、アバルト5球 5C ツーリズムをご紹介させていただきます。まず、外装面の状態からですが、フロントのバンパーとガラスにそれぞれ飛び石があり、アルミホイル4本にガリキ傷がございます。また、運転席と助手席の ドアのエッジにそれぞれ傷があり、右側のサイドスカート、右リアフェンダー、リアバンパーにそれぞれ1000傷がございます。それ以外特に目立つ傷はございません。走行距離約2万4000キロと低走行ですし、良好なコンディションを保っております。外装色はツートンカラー、モカラテグリジオ、インテリアはブラックレザーの組み合わせとなっております。 開放的なオープンエアドライブをお楽しみいただける5級 5C ツーリズムでございますアバルトの独自チューニングが施されておりますので力強いサウンドもお楽しみいただけるモデルですまたこちらの車にはカロツリア製のナビゲーションがインストールされておりますのでシーンを選ばずお楽しみいただけます ヘッドライトにはキセロンヘッドライトが採用されておりますので夜間走行時も安心してお乗りいただけますエンジンスペックに関しましては1.4リッター直列4気筒ターボエンジンが搭載され最高出力は160馬力を発揮しますアルミホイルは純正17インチのアルミホイルが装着されておりタイヤの山に関しましては前後ともに残り2分山ほどとなっております 続きましてリアご紹介させていただきます。マフラーは日本出しのマフラーが装着され、アバルトらしい力強いサウンドをお楽しみいただけます。合わせてトランクスペースのご紹介です。トランクの開閉は手動で行っていただきます。オープンモデルでございますので、トランクの容量は限られますが、後部座席を倒してお荷物がお積みいただけますので、十分な容量を確保しております。 続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはブラックのレザーシートが採用されております。運転席側若干の使用感はございますが、その他大きな傷、汚れ等はございませんのでご安心いただければと思います。ステアリングは3本スポークのステアリングが採用されており、パドルシフトが備わっておりますので、自由自在に変速をお楽しみいただけます。 ナビゲーションはカロッツリア製のナビゲーションが装備されており、車内では地デジの視聴も可能です。またバックギア入れていただきますとバックカメラも装備されております。シフトは5速のシーケンシャルシフトが採用されており、スポーツモードを選択することが可能です。合わせて気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂いといたしませんのでご安心いただければと思います。 では今回は2015年モデルアバルト 595C ツーリズムをご紹介させていただきました走行距離約2万4000キロと低走行ですし内外装ともに良好なコンディションを保っております新車保証も平成30年の11月まで残っておりますのでこの車後も安心してお乗りいただけます開放的なオープンドライブをお楽しみいただける アバルト国旗 5C ツーリズムでございます。アバルトの独自チューニングが施されたモデルでございますので、高い走行性能を発揮します。また、こちらのお車には、カロツリア製のナビゲーションがインストールされておりますので、芯を選ばずお楽しみいただけます。お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。